皆さんこんにちは、プロゲーマーネオです。本日はですね、エドの情報プレイ映像がついに解禁されましたということでね、今回は緊急に動画を撮ってエドの性能を見ていきたいと思います。ストリートファイター6イヤー1追加キャラクター第3弾エド、2月27日配信、まあ、17時より配信開始ということでね、サイコパワーとボクシングを融合させた素早い動きと力強いパンチが魅力的なバトルスタイルをチェックしようということでね、チェックしていきたいなと思います。 This is Beat Square Beat Square Station。メーラの話なんて聞く気ねえ。次来たら殺すって言ったよな。なんだよお前、俺をこれ以上イラつかせんじゃねえ。けっ、やっぱりまだ嫌だった めっちゃかっこよくないですか、エド。ちょっとびっくりしたな。まあ最初に入った時にはこの部分を見た時はこれただのクソガキだなって思っちゃったんだけどな。ここのシーンを見ただけだとなんかあんまりプレイヤー、そのキャラクターとしての魅力というのはどうなんだろうみたいな。口悪いし、なんかあんまりここは刺さなかったんですけど、キャラ性能が相当やばそう。これ今の技やばくない？これ中盤も、これ多分中盤だと思うんだけど、これ中盤もめちゃめちゃリーチ長そうだし、これ何？これ下段？下段なのかな。これが強パンで、これなんかリーチの長い技いっぱいあるよね。ちょっと難しそうな感じもするんだよな、これ。これがどうなんだろう。これが簡単かどうかだね。
あとこう前に行く技、こういう技を持ってるのはかなりいいですね。触りやすい。前に行く技が強いとね、こっからカウンターヒットしてどのぐらいプラス取れるかとかもね、すごい注目したいね。はい、下段からのタゲコンか、これ下段からタゲコンやってるよね、きっと。で、ワン、ツー、スリーまで決めて、でこれいいよね、これめちゃめちゃいい。飛び道具に困らない。今までってそのパリをして飛び道具をああいうとこ受けてたと思うんだけど、こういうパリを使わないで飛び道具を消せる技を持ってると、それだけでその弱玉とかにめちゃめちゃ強い。まず理由としてはパリを使わないから、あのドライブゲージを使わなくて済む。で回復する、この技のおかげで。縦飛びをする必要もない。それはね、多分このゲームにおいて強いと思う。待って、最高、これ最高アッパーかな。はい、どうかな。これ対空になるんだったら相当リターンは高そうだな。あ、今のでね、今のだよね。このリーチからコンボに行けちゃってる。どこだっけな、どうなんでしょうね。これあとはあれだね、これあれだね、ジョスクールか、これジョスクール来た、エドジョスクール持ち。 DJ とね、ルークはジョスクールサプレッサーありますけど、ついに3キャラ目来ました。こういう技持ってるキャラクター、あ、体勢なのかな。バグステかな。でもなんかスイカっぽいよな。さあ、サイコナックルもある。おお、マジか。タチ強盤キャンセルかかっちゃう、これ。タチ強盤キャンセルからの OD 運ぶね。しかもこれあれだ、強盤ノーマルヒットでもつながるわ、これ。これ中盤パニカン強盤 OD と入るからいいっすね、これ。ジャンプ攻撃でちゃんとめくれます。下に強いね。さあ、これは多分ね、 OD からキャンセルして出してるんで SA2 ですね。なんかそこまでなんだよ、ね、気がするんだよな。ダメージがどれだけ伸びるのかと、それだけドライブゲージを回復できるか、ね。まあ、なんか適当に発動してラインを押すっていうのも強そうだけど、今んとこ見た感じだと中断とかはなさそうなんだよね。リーチの長い下段とかはあるけど、中断が分かんないな。膝ギプレすごいな。この CA 超かっこいいな。いや、これは
かっこいいだろう、エド。なんかスト5のエドは 1,2,3 やってるだけのキャラクターだったけど、このエドはかっこいいな。スト6のエドは相当人気でそうじゃない、これ。他にね、こちらにね、なんかコマンドが載ってるということで、エドの技入力は全部ですね、簡略されており、無駄な操作でどのように変化するのか気になる方も多いはず。それでは簡略された技入力はそのままモダン操作に組み込み、クラシック操作ではコマンド入力、なんでコマンド入力ですね。はい、なので、サイコスパーク、サイコシュート、サイコアッパー、でもサイコアッパー昇竜なんだな、昇竜っぽいです。 PPP じゃないですね、これちょっと残念だね、これちょっと残念だったわ。これはですね、生活かけたアッパーを気軽に出せる感じじゃないですね。サイコブリッツ、サイコフリッカーで、モダン操作だとこうやってね、簡略化されたコマンドで出せると。なんかいや、サイコアッパーは PPP だと思ったんだけどな、昇竜に変わりましたね。これ残業も昇竜に変わっていいんじゃないですかね。はい、ということで今回はストリートファイター6のエドの動画となりました。皆さんね、すごく楽しみにして27日を待ちたいなと思います。それでは。